アフリカ？うん、ティオティオ島って島。白い砂浜があって、ジャングルがあって、お猿さんとかたくさんいるの。とママの仕事の都合であっち行って、これまでずっと向こうにいたの。へー、そうなんだ。お仕事の都合って、お父さんが商社マンとか？パパは動物学者だよ。ママは昆虫学者なの。お母さんも学者さんなんだ。もしかして蝶の研究とか？ううん、ママの専門は、でもけど、ちょっとお腹空いちゃうかも。で、どんな時も花丸ハンバーグ。ランチタイムブルー。ランチタイムグルーヴ。今週担当の DJ ミサミサは残念ながら風邪でお休み。お大事に。なので今日はピンチヒッターとして期待のニューカマー。自分で言っちゃうかな。まあいいや。 DJ マッシュがお送りします。まずはこの曲。ごめんなさい。わあ、あのままじゃお猿さんに取られちゃうかも。うん、ぶち上がっちゃった。うおうおうナイト。うん、あたしは相本。え、なんで知ってるの？およ。じゃあどうして放送室で音楽かけてたの？あれは DJ 活動の一環。 DJ 活動？ここでやってるの？言ったでしょ。うん、ハッピーアラッサー。わかんない。わかんないけど、私すっごく嬉しくなると回っちゃうの。BPS じゃなくて BPM。 そうなんだ。さっきの曲から俺に繋がるってどうして分かったの？パフォーマンスいつやるの？だから私たちのパフォーマンスっていつやるの？いろいろ用意しなきゃなんないんだから。じゃあミックスからやってみて。リスト？ダンスのステップって基本的なものだけでもいろいろあるんだ。これがボックスステップ、で、これがクラブ、ランニングマンに、ポップコーン、そんな、私とまほちゃんのパフォーマンス、みんなに見てほしいのに。リミックスって何？気分上々の針を通せ、お嬢の針を通せ、音で、わっ、すっごくいいのになるんだ。今日のおにぎりは和風カレーピラフ。お昼休み、ん？すっごくいいよ。早くこの曲でダンスしたい。
メールで送ってくれてもよかったのに。やっぱ聞かせた時の顔見たいじゃん。どうしよう緊張して。活躍でおなじみの DJ くのいち、またしても1位獲得。5位 DJ メンマとなってます。入選したみんなおめでとう。入選しなかった人たちも今回は本当力作多くて選考委員も苦労した模様。私も一曲ビビッときたのがあって、ランチドーメン。って、あんた、さっきから何食べてんの？セロリ。なんでセロリ？好きだから。お客さんもう来てる。すっごくワクワクしてる。マホちゃんは。名前が入ってないよ。だから VJ できないかな。やるんだ。よし、私もムニちゃんに負けないよ。頑張るぞ。そんな、しょうがないよ。ムニちゃんと一緒にやるって約束したもん。ムニちゃんが一緒でないとダメ。ムニちゃんどこ行っちゃったの？のが、あ、もしかしてやっぱりここにいたんだ。開けてよ、見た。もちろん。鍵盤？ピアノとか。わかった。じゃあ私ピアノできるようになる。ミファドミソソソミミミ。うん、あの、いいでしょ、お願い。レイちゃん先生、レイちゃん先生はすっごくピアノうまいんだよ。アブリーアラウンド。じゃあハッピーアラウンド。何す、あ、待ってたよレイちゃん。新曲バッチリ決めてくるからね。え、何も予定はないけど、ワクワクするの。色づいた秋色が誘うから困る。私たち、ちっちゃい頃お互いの家に泊まりっこしたよね。え？もーっと私がハッピーになるって意味なの。ちょっと、既読スルーはやめなさいよ。気持ちいい。あ、それじゃあお手軽版でいくね。あ、テストはテストだし、そんなに何回もしなくても。
よくはなかったかも。カレーに入ってるのはお肉、じゃがいも、玉ねぎ、人参。肉じゃがに入ってるのはお肉、じゃがいも、玉ねぎ、人参。本当だ。